シミュレーション？ああ、ナルトとサイ、君たち二人はこれからバディを組んでシミュレーションを受けてもらう。なんでわざわざそんなことを？それはどうして俺とサイなんだよ。今回の班は結成して間もない上に、僕は君たちのことをあまり知らない。だけどこれから遂行する任務では、お互いのチームワークが鍵となる。特にイリオ忍者であるサクラ以外の二人、つまりはナルトとサイの力は不可欠だ。だからこそのシミュレーションだよ。わかるね？これを通して君たちの力を見せてもらう。そういうことか。だったら好きなだけ俺の力を見せてやるってばよ。俺が先に突っ込んでやる。サイ、お前は適当に援護しろってばよ。わかったよ。二人とも準備はいいようだね。ちなみにこれからのシミュレーションには他の木の葉の忍びにも協力してもらう。自分の里の忍びだからって変に遠慮しないようにね。おう！っていうか、最初から遠慮なんかする気はないってばよ。そうよ、あんたはそうでしょうよ。さて、それじゃ早速始めようか。悪いけどさくら、君にも手伝ってもらうよ。あ、はい。ではシミュレーション開始だ。それじゃまずは複数の敵を効率よく倒せるか、それを確かめさせてもらおうかな。チームワークが悪いと効率よく倒せないからね。じゃあナルト君、頑張ってください。お前に言われなくてもやってやるってばよ。練習だからといって手は抜かんぞ。せっかく来たんだ、楽しませてくれよ。まるで君がクリアできるみたいだね。どっちの味方なんだってばよ。冗談ですよ。喋る暇があったら早く片付けてください。ちょちょ、ムカつく野郎だな。無理することないよ。君に期待してないからね。口だけ野郎じゃないとこ見せてほしいよ。投擲じゃないか、信じられない。チームワークが大事なのは分かるけど、無理することない。君に期待してないから。僕は誤解されやすいけど悪気はないんだよ。口
口だけ野郎じゃないとこ見せてほしいね。どっちが王か、いつかはっきりさせてやる。強敵じゃないか、信じられない。僕は誤解されやすいけど悪気はないんだよ。チームワークが大事なのは分かるけど、投敵じゃないか、信じられない。どうだ、ギリギリ合格ってとこじゃないでしょうか。てめえが言うな。無事に倒せたみたいだね。それじゃ残りも全部倒してもらおうか。だそうです。ナルト君よろしく。分かってるってばよ。口だけやろうじゃないとこ見せてほしいね。あいつともうまくやっていかなきゃなんないのか。参った、鉱山だ。下忍の割には強いですね。まあ僕ほどではないですけど。それてめえ何様のつもりだ。何様って僕は僕ですよ。おや、どうやら増援の登場みたいですよ。次の相手を用意しておいた。今度は少し手強いぞ。さあ張り切っていこう。くそ、お前に言われると何かムカつくってばよ。そういえばお前ってばちゃんと戦ってんだろうな。あんた俺に任せてラップしてんじゃねえよな。サイ、今頃気づいたんですか。頭悪いんですね。てめえ、圧倒的じゃないか、信じられない。口だけやろうじゃないとこ見せてほしいね。あいつともうまくやっていかなきゃなんないのか。影分身の術、口だけやろうじゃないとこ見せてほしいね。僕は誤解されやすいけど悪気はないんだよ。サイの野郎、どっちが上かいつかはっきりさせてやる。ナルト君、さくらさんたちが動き出しました。で、場所は？すぐに分かりますよ。さくらさん大勢いるから。はあ？いや、事実を伝えたまでです。頑張ってください。
相手に演習とは命知らずだな。情けはかける、冷徹に処理するのみ。この俺が遅れを取るぞ。僕は誤解されやすいけど悪気はないんだ。来たわね、ナルト。おー、さくらちゃんって本当にいっぱいいる。シミュレーションだからって手加減しないからね。ナルト、相手がさくらちゃんだからってカナンと抜いてられっかよ。ちょっと、こっちだって全力で行かせてもらうわ。けどさくらちゃん、影分身を使えるようになったんだな。やっぱつなげのばあちゃんに叩き込まれたのか。さーてね、この俺が遅れを取るぞ。無理することはない。君に期待してないから。強敵じゃないか、信じられない。あいつともうまくやっていかなきゃならないのか。最後の野郎、どっちが上かいつかはっきりさせてやる。結局倒したのは分身だけかよ。あんたって不純まで悪いのね。ね、さくらちゃん、不純までってどういう意味？僕は誤解されやすいけど悪気はないんだよ。無理することないよ、君に期待してないからね。どっちが上かいつかはっきりさせてやる。やるわね、今のは聞いたわよ。悪いな、さくらちゃん、俺の勝ちだってばよ。任務達成。どうだ、俺の力を思い知ったか。惜しかったね。は？どういうことだよ。さっきのは僕の木分身が変化した偽物の桜さ。そんなまだまだ爪が甘いね。くしょシミュレーションはこれで終わりだ。二人ともお疲れ様。くそー、まさか最後の最後で分身体かよ。ずいぶんと間抜けなんだね、ナルト君。最後まで分身に気づかないなんて。だと？じゃあお前は分かってたってのかよ。うん、もちろん。だったらなんで俺に言わなかった。教えていたとしてもどうせ君じゃ勝てないんだから、
意味ないでしょ。てめえは仲間って言葉を知らねえみてえだな。それくらい知ってますが、それが何か。ふざけやがって。ふざけてなんかいないよ。僕は正論を言っているだけです。そもそも君の個人能力は隊長よりも低い。そんな人に情報を送っても無駄なだけです。負けるのが分かっているのに戦うのはただのバカがすることだ。だからあえて教えなかったってのか。はい。お前なんか仲間として認めねえ。サスケ君ならどうしましたかね。僕とは違う行動を行ったでしょうか。君からしたらカカシ班の仲間ですからね。里を裏切り君を傷つけた人を仲間と呼ぶのならね。その仲間を救うためなら何だってやるさ。お前とだって組んでやる。ナルト、いろいろ問題はあるが、そろそろ任務に向かう時間だな。ナルトとサイ、この二人、これからどうしたものか。書いてたの？うん。ん？この本、これ印刷じゃないわね。これもあなたが書いたの？ああ。へえ、絵本か。ねえ、見せてもらってもいい？それはダメだよ。まだ完成してないから。それに他人には渡さないことにしてるんだ。これは兄さんのだから。兄さんって、サイ、あなたはお兄さんがいるんだ。今はもう死んじゃっていないんだけどね。そう。でもあなたにもお兄さんがいたのなら、なんとなくナルトの気持ちわからない？ナルトはサスケ君のこと兄弟みたいに思ってる。だからあれほど。わからない。え？確かに僕にも兄と呼べる人がいたけど、でもその人が死んだ時も何も感じなかった。それどころか一体どういう顔をすればよいのか、それすらもわからなかった。それって、それじゃあまるで。そう、僕には感情ってものがないんだよ。サイ。おい、何やってんだよ、さくらちゃん。そろそろ出発するってばよ。あ、うん。行きましょう、さくらさん。